はい、どうもパートナーズの森です。今回は雪柳のお手入れとね、えー、お話をいたします。今ね、撮影しているのは4月なんですけれども、雪柳ね、もうそろそろお花ね、えー、終わりぐらいですかね、えー。そんな感じの時期になります、まあ。お手入れするんだったらね、もうそろそろするか、 ああ、いつするかってね、感じなんですけれども、いつするかね、悩んでます、みたいな感じでコメントいただきましたんでね、今回ね、えー、雪柳のお話という風なね、感じになります。雪柳ですね、えっ、ー、と、基本的な情報からね、えー、お話していくと、バラカ、えー、下付族というものにね、入ってます。これね、私覚えてないです、正直。ほんで、どうでもいいってね、はっきり、なんか思っちゃうんですけれども、なんか似てるなとかだったらね、あるんですよね。なんか、ちょっと山桃っぽいな、みたいなね。 山桃っぽくはないですけどね、雪柳ね、すみません。ちょっとね、ややこしい例え出しちゃったんですけれども、まあ、こう、何か何族みたいなところまではね、まあ、あんま覚えなくてもいいのかなっていうふうに思う,思うんですけれども、まあ、一応ね、えー、出しときますね。で、えっ、ー、と、落葉低木類です。これ、落葉樹になりますね。で、なんかね、冬のね、あの、姿がね、すごくなんか悲しげな感じでね、ちょろってなってるみたいなね、感じですね。 で、えっと、花の色はですね、白。白い花がね、こうわーっとね、すごい全部につくんですよ。それがね、こうなんかね、雪がね、乗ったような感じで、えー、柳のようにね、こうしだれてるよっていうので、雪柳。ね、いい名前の付け方だなっていうふうに思うんですけれども、まあ私がね、名前付けたわけじゃないんでね、あれなんですけれども、えー、雪柳ですね、花の色白で、日当たりが良い場所に植えるといいよっていうお話です。まあ基本ですね。まあ大体ね、お花咲くやつに関してはですね、基本的には日当たり良い,いところに植えてください。 ねっ今ね、この伸びます。今、ピューンと伸びます。それにお花がなりますんで、今から伸びてるやつに関しては、切ったらお花が減りますよ。という風なね、感じになります。で、買いかは3月から4月頃と。これね、まあ季節に、季節というか、その地域とかね、あと、この温暖かどうか。 寒いかどうかっていうのによってもね、えー、まあその、ね、地域差ありますんで、まあ3月から4月というふうになります。で花芽のつく位置と、えー、枝抜きっていう感じのお話なんですけれども、花芽ね、枝のこの先端から全体になるんですよ、伸びたそれにね。 で、そこからまた枝が出ますんで、そこの全体にまたなる。で、それがまた全体になる。みたいな感じになっていくという風な感じですね。花芽は枝の先,先端からぜ枝全体になりますよ。そしてね、伸びた部分が、あね、またそれがね、翌年になったらそこになる。またそこから伸びたらそこは翌年になっていくよという風なね、感じです。だから、まあ、あんまり気にしないでも結構お花になります。この木はね。はい。で、株立ちになる木はですね、基本的にはね、奥には植えないで、手前には 植植える方がいいいよっていう風にに一般的にねあのその植木屋さんだから、まあね、その、要するに庭がこうやってあってね、奥まったところにやるよりはね、ちょっとね、なんかがある手前にやっとくよみたいな、そういうふうにね、えー、やることが多いです。で、株立ちになる木っていうふうな表現なんですけれども、これですね、低木類が多いです。ね。まあでも、 庭作りますかこう見てる方。作らないですね。まあどうでもいいお話という風になっておりますえ。自然にするとですね、しだれていきますので、枝抜きをしていくとですね、このし、しだれた感じで雪柳っぽいな、みたいな感じが目指していきます。ただ、 自然にしてしまうとですね、結構ね、あの、なんですか、中の枝混んでっちゃうんですよ。だから、それをね、こう、うまくなんか調整するような感じで、この絵の感じね、青いところ切ってますよ、みたいな感じで、まあ、あんま切らなくてもいいんですけど、なんか伸びすぎちゃったよとかね、この全体のバランス、どう見てもなんかおかしくなっちゃうよね、みたいなやつとか、あとはね、古くなった枝とかはね、えー、でも切っちゃう。みたいな感じのお手入れで大丈夫です。基本的にはね、あんまりね、えー、切らなくても大丈夫です。なんか大きくなっちゃったな、 ちょっと小さくしようかなぐらいなもんで大丈夫です。はい。で、えっと、強く切っちゃうとですね、枝がこう立ち上がってっちゃうんで、雪柳っぽさ、しだれにくくなっちゃう。しだれてる方がね、雪柳、なんかこの、なんかファサーンみたいなね、感じのがね、雪柳だと思うんですけれども、それがね、ちょっとね、毎回毎回強く切っちゃうとね、毎度毎度このなんかピューンってなって、なんかね、あの、もう、土発点みたいなね、状態になっちゃいますんで、それはね、まああんまりね、こう、なんていうんですか、あの、雪柳っぽくないな、みたいな感じになっちゃうと。 いうところになります。ですんでね。まあね、その何本か枝抜きして終わりとかね、ちょっと混んできたら枝抜きして終わりとかね。そんな感じにしていただいた方がいいですね。基本的にその枝の先端ね、まあ、詰めてもいいです。詰めなくてもいいんですけど、あの、どっちでもいいです。 でも、センスです。みたいな。センスって言い出したらね、もう切りないんですけれども。まあ、そんな感じです。あとね、あの、定石というかね、言われる、よく言われるのがですね、え、打ち目を残すように枝を切ると、独特のしだれている風合いを出しやすくなりますよ、というね、感じなんですよ。だから、このもうね、こうしだれさせたいわけですから、逆にも、ピューンってやりたいみたいなね、感じなんですよね。だから、そうするとしだれやすいよ、みたいな。 中に入ってる枝の方がね、こうな、こう、こう伸びていきやすいみたいなね、感じのことはね、よく言われますんでね、こうね、結局ね、ぴゃんって伸びていくみたいな。日が当たる方に伸びますからね。だからそういうふうに言われることがあります。まあでもね、あの、しだれてるやつ残せばいいんじゃないですか。で 終わりになりますんでね、基本的に。だからまあ、あんま気にしなくても大丈夫です。これね、えー、言われることがあるっていうお話ね、えー、してるだけですね。はい。で、ヒコバえが出やすいよっていうね、株立ちになりやすい樹種になりますんで、ヒコバえを整理して、えー、古い枝だったりとか、時間を乱す枝を中心に基本的には枝抜きをしていけば大丈夫というふうな感じですね。まあ、古いやつね、あの、太くなるんですよ、結構ね。その雪柳にしてはね。もうそれ見た目なんかどう考えてもなんかちょっと変じゃないみたいなやつから順にこう取っていく。で、なんか長すぎ やつから順に取っていくで、強く切りすぎると、あの、なんか、土発点みたいな感じで、ド発点をつくみたいな感じになっちゃいますんでね。怒ってるな、あの雪荒木みたいなね、<laughs> 感じになっちゃいますんでね。ぜひとも注意をしていただくと。で、あとですね、えー、刈り込みで仕立てても基本的にはまあ大丈夫なんですけれども、まあ、独特のね、このしだれた風合いをですね、見ることができなくなっちゃいますんで、まあ、どっちでもいいんですけれども、あの、せっかくね、このしだれてるのはいいよっていう風にされてる木なんで、まあ、あんまり刈り込まなくてもいいのかなっていう風に、 思ったりしますどっちでも大丈夫っていうふうには一応なってます。 はい。で、えー、続きましてですね、株がね、こう、古くなっちゃうよっていうのがあるんですけれども、株更新するっていうのがね、えー、一応やり方としてはですね、よく言われます。古い株になってくると、花の付きが悪くなるよっていうことがね、結構あるんですよ。やっぱりね、あの、太くなってくるとかね、そのもの自体をね、こう、なんかね、更新していかないとね、そういうふうになりがちなんですけれども、そうなった場合はですね、全体をですね、もう、地面のところから伐採ぐらいの感じで、バーンって全部切っちゃうんですよ。バーンって そうするとね、またね、こう出てくる。で、そこからやり直す。まあ、要するに、幹更新ですね。そういうこともね、できるというふうにね、なっていますんでね。まあ、ビビらずね、結構切っちゃって大丈夫というふうにね、言われます。結構ね、あの、地面のギリギリで切っても大丈夫だよっていう場合とね、30センチぐらいは残した方がいいんじゃないっていう場合があるんですけれども、それもね、その木のね、どのくらいそれがね、あの、元気だったかみたいなのにもよりますんでね。なんかちょっと、あんまり元気なさそうだな、伐採。 出てきません、みたいなね、感じることになることもありますんでね。だからまあ、しっかりね、それに定めて、怖ければね、30センチぐらい残してね、切ると、30センチも40センチもね、残して切ってあげると、そのね、幹更新みたいな感じで新しくね、この、やんわりしたのが、わーっと出てくる。 いうふうにね、言われています。で、これですね、落葉樹になりますんで、基本的にはね、冬頃がいいよというふうにされているんですけれども、その冬頃がいつなのかっていうのはね、えー、たまにお話ししてますけれども、秋ぐらいからね、この葉っぱが落ちてから、あ新芽が出るまでっていうふうになってますんで、まあ、1月でも2月でもいいですし、10月でも9月でもね、えー、葉っぱが落ちてればその時期にやってあげると。 という風なね、感じになります。で、つきやすい虫としてはね、油虫という風なね、感じになります。え、えっとですね、お花がね、終わった後に切ってあげる方が、あの、わかりやすいんですよ。ですんでね、お花が終わった後に切ってあげればいいです。もしくは、まあ、伸びてから切ってもね、まあ、あんま変わんないです。基本的に枝抜きしてあげればいいだけで、まあ、刈り込んだりしないようであれば、いつのタイミングで切ってあげても、まあ、別にそんなに変わんないと。で、枝全体に花芽がなりますんで、もう、で、あるやつ全部花芽がなる。 と思って切ればいいんですよ。だから、別にね、枝が混んでるから通りました。でも、枝が伸びた全体に花がなるから、これでよし。みたいな。そんな感じでね、お手入れしていただければいいというふうなね、感じの気になります。そろそろね、切ってあげてもいいのかなと思いましたんで、今回の動画というふうになっております。ということでですね、本日はね、雪柳のお話をしております。チャンネル登録もいいですよというかてらっしゃいましたのもチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで本日も最後のご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。